今度のモンハンワールド超リアルっすね。モンハンワールドごっこやるか。え、寝る気が、寝る気が、寝る気が、夢中になれる毎日がやってくる。モンスターハンターワールド捕獲したぞ。ごっこでしょ、ごっこでしょって。プレイステーション。クレーク、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 超リアルっすね。モンハンワールドも超えるか。ゼブラッシュ。はい、はい、ちょ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 、ごっこでしょって。やりすぎだ中島くん。これちょっとダメだよ。その隙に後ろからジャン。楽しかったです。よりなんかこうリアリティが追求されていて、面白いんじゃないかと思いました。ちょっともうちょっとできたなっていう反省点もありましたね。石を落とすところ時になかなかこううまく目の前に落とせず、もうちょっとできたんじゃないかなっていうのはありましたけど、あれスタンバイって言われた時にこうなんか体勢勝手に作ってこうなんかこうやってる自分がいて、生命さえ宿っていれば人でもモンスターでもいいんだなっていうことは思いました。なかなかあの経験ってできないじゃないですか。芸人さんとかだったらもしかしたらああいうのってあるかもしれないですけど、すごいなんですかね、楽しいというか嬉しいというか。俳優の先輩でよく一緒にやってたんですけど、とにかくもうずっと切りまくってるんですよ。腹の下に行ってで僕が乗ってるのに気づかないで切るんですよ。ただ先輩なんであんまこう言えないんですよ。あ、おばさん、ちょ、今乗ってます、乗ってますみたいな。乗った時今回は邪魔されなくなってて、じゃあ大丈夫ですね。そのじゃあその先輩を誘いたいと思います。いつも腹の下でずっと切ってるんですよ。乗ってる乗ってるって気づかないんですよ。ディアブラッス、山田孝之さんと、ヒロでございます。ありがとうございます。